大和田新12月26日から1991年3月16日は日本の航空技術者。1910年12月、茨城県東茨城郡生まれ。旧西水戸中学校、水戸高校卒業。1935年、東京帝国大学工学部航空学科卒業。同級に、糸川秀夫、小谷俊夫、品川信次郎等がいる。 1935年、川崎造船所飛行機部入社、はじめに木32設計スタッフとなり、次に、土井武雄岡町の木48の主翼設計担当となる。その成果が土井に認められ、その後土井設計部長の下で、木61、木61通、木61数改め、木100の設計課長及び翼担当課長を務める。戦後は、 1950年頃まで、戦後処理及び、岐阜工場でのヒーター製造や椅子図自動車用、バス車体の設計等を行う。その後、千葉大学工学部機械工学科助手となり、千葉市へ移住、教授、名誉教授を経て退官。その後、日本大学生産工学部教授を務め、1991年3月に80歳で、死去。工学博士、訓参当局日中受賞助君。 ありがとうございます。